はい、ビティバルンカンパニーの風さんです。いつもありがとうございます。はい、Thank you everyone。 今日はすごく簡単なベビーアヒルを作ってベビーダックを作ってみたいと思います。赤ちゃんアヒルね。はい、っていう感じでとても簡単にできます。はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、260バリュー2本の2の269、イエローとオレンジを使います。イエローはまずこのぐらい膨らませる、ね、オレンジはちょっとだけ、もうほんと、まあ、このぐらいでもいいかな。はい、これで OK。 もうこれちょっとカットしとこうも。これもあんましいらないから、これでも This is OK ね。これでねいいと思いますよ。よいしょ、入りました、うん、はい、じゃあ行きましょう。ここから作ります。 Here。 はい、まず結んでいきましょう。結んでください。そうですね。で、ちっちゃなバブルを一つ作って、もう一つ小さなバブルを作ります。大体同じぐらいでいいです。これを回したら、ちょっと柔らかくして、今度はこれをこうまたぐ。こうやります。はい、で次はこのぐらいのバブルを作ったら、ここで一回ちっちゃな丸を作ります。こういう感じで、でもう一回戻ります。戻ってもう一回回しましょう。で、もう一回戻ります。これでね、黄色はもう終わりなんです。とても簡単でしょ。これは結びます。結んでいく。この中に入れておきましょう。はい、で次は最後にこれなんだけど、これを真ん中に指を当てて回していく。でこの中に入れていきます。これでも出来上がりなんですけど、こういう形になるでしょ。これをここに挟めていく。これをこういうふうに、でこれも上に隠しておいて、これを上に付けていきます。どのぐらいでしょうか。はい、できましたね。で今日はちょっとカネさんが前に言ってたんですけど、油性ペンの白を使ってみたいと思いますね。これ黒でしょ。もう一つ買ったんですよ。どれがいいかなと思って、またね、あの動画を作りますので、バルーンアートにじゃあ白いペンって何がいいんかなっていうのをちょっといろいろ試してみたので、それも動画を作らせてください。ね、これマッキーを使っています。マッキー、これね、とてもいいです。今までで僕の中では、今までで一番 This is best オイルベースドペン、ホワイト、ホワイトで、まずこのホワイトをしっかり振って、このおめめちゃんのところに塗るんですけど、僕はなんかこういう感じで塗っています。黒いところはねちょっと残す、あえて。白に黒が乗ると、これ乾くまでちょっと時間がかかるんで、これでもう大丈夫。乾け。はい、もういいかな。早すぎる。これで、でまず、僕の場合は周りに黒で描いていく。でまつげちゃんをピヨンって描いて、中の黒目ちゃんを描きます。うん、もうちょっとで乾くって感じかな。
だいぶ乾いてきました。結構乾くのは早いかな。白もね、完全に乾いたらもうのりが良くなってくるんで、ちょっと今時間をね、短めにしてるから乗らないけど、綺麗に乗ってくれるので、白が乾けば2分とかすると乾くんじゃないかな。2、3分すると、そしたらほら白がつくと可愛いでしょ。アヒルちゃんができました。とっても簡単にできるし、鳥年だから、来年の干支で一応アヒルの赤ちゃんね、アヒルは白だからね、親はね。なんで作ってみてあげてくださいね。はい、こうやって自分で練習してもいいしね、目の描き方もね。はい、それではグッディバルーンカンパニーのカネさんでした。レジストレーションプリーズ、登録をよろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。バイバイ。